ペーサーは、かつて、アメリカンモーターズが販売していた自動車である。1970年代初頭、AMC は、GM、フォード、クライスラーのビッグスリーと日本車との販売競争、それに追い打ちをかけたオイルショックの影響を受けて、深刻な経営不振に陥っていた。この事態から脱却するため、同クラスの他社モデルとは、比較にならないほど、 前衛的と言われたグレムリンをさらに発展させ、他社20年先んずることをコンセプトとしたモデルとして、ペーサーを1971年に企画する。a m c のチーフデザイナーであるリチャード・イーティングにより、デザインされ、全長はサブコンパクト、幅はキャデラックと言われた、サイズ、後席へのアクセスを楽にする、助手席側のみ長い非対称ドア、極端に低められた、フード、 大型の曲面ガラスの多様など特徴あるプロポーションとスタイリングとなった。しかしデザイン優先でガラス面積が大きくなったためフロントドアのガラスは下まで完全に下がらなかった上に結果的に車重の増加を招いてしまった。その斬新なコンセプトは動力、駆動系にも及びカーチスライトが北米での製造権を持ち GM が シボレーベガで使用する計画で生産を予定していたバンケルロータリーエンジンを搭載する全輪駆動車として計画され、名実ともに革新的な車となるはずであった。しかし、第一次オイルショックの煽りを受け、燃費面で課題の残るロータリーエンジン計画が中止となり、またコストの関係からドライブトレインも旧来のリジットアクセルを用いた陳腐な FR となった。 1975年モデルイヤーにペーサーは発売された。発売直後にはその斬新なデザインが受けて女性を中心に爆発的に売れ TV や映画にも数多く登場した。1977年には販売手小入れのためリアオーバーハングを延長して実用性を高めたステーションワゴンをラインナップに追加した。また日本やメキシコ、 イギリスなどの海外市場でも販売され、メキシコでは現地生産も開始した。しかし AMC の経営悪化は収まらず、次第に AMC の製造品質やアフターサービスが低下してゆき、また各社から2ボックス形状のモデルが販売されると、その斬新さも薄れてゆき、その後フロントグリルのデザイン変更などのマイナーチェンジを行うものの急激に販売数を落としていった。 また過大なガラス面積の多さがもたらす車重の重さ、そしてその結果の燃費の悪さなどのマイナス点が指摘されたが、これをカバーすることは設計上不可能であった。1979年に AMC がルノーの資本を受け入れ事実上の参加に入ったことを受け、販売車種の合理化を進めたために1980年、モデルイヤーでペーサーは販売を終了した。 モデル末期は不遇であったペーサーであるが、それでも、この革新的なモデルこそ1970年代を代表するアメリカ社であるとも言われている。ありがとうございます。